こんにちは、高瀬俊介です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はあの人があなたに求めているものということで、気になるお相手の方があなたに対してどういったことを求めているのかというところをですね、見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは今回もカードを3種類ご用意させていただきました。こちらから A、B、C とさせていただきます。お好きなカードを1つお選びください。複数のカードで迷われた場合は、最初にこれだと思った方をお選びいただいた方がいいかと思います。それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思います。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それではまずはじめにこちらの A をお選びいただいた方からリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではまずはじめに A をお選びいただいた方からリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回ですね、あの人があなたに求めているものということで、まずはそのお相手の方のですね、現状からですね見ていって、それに対して、あなたにどういったことを求めているのかっていうところを見ていきたいんですが、まずですね、カードを見させていただいた印象といたしましては、今ですね、もしかするとそのお相手の方っていうのはすごくこう悩まれているというか、多くのことに迷っている、いわゆる迷走している状態にあるのかなっていうところがカードから見て取れます。特にこちらのカードがですね、今まさにこの多くのことに迷っている、いろんな選択肢にこう迫られているみたいなことをですね、表すカードが出ているので、何かそういった悩みの多い状況に今あるのかなというところがあります。で、その状況に対してそのお相手の方自身はもう自分だけではこうどうしようもできないというか、何かこう失敗が続いていたりだとか、すごくね多くのことに迫られすぎて、こう自分に対するこう自信っていうものがこうなくなってきて、こう自分の力だけではもうどうしようもできないっていう風な状況にまで今追い込まれているのかなというところがあります。で、その状況を変えたいというか、今現状をねやっぱこう打破したいというか、そういった状況に、あるのかなというところで、今の現状を一回リセットして、もう一度ね一からコツコツと物事を進めていきたい、そういった心理状態にあるのかなというところが見て取れます。で、その中でじゃああなたに対して何を求めているのかっていうと、どうしてもですね、その方は何かこう一人でこう抱えてしまう何かこう傾向があるのかなっていうところがあるんですけれども、やっぱその一人だけでこう解決しようと思っても、現状はこう今無理な状態が続いているので、何かこうあなたに対して何かこう救いの手、っていうところを求めているのかなっていうところが見て取れます。で、直接的に、そのお相手の方が抱えてらっしゃる問題を、あなた自身が解決できるかどうかっていうのは分からないですけれども、何かしらでこうケアしてほしいであるとか、サポートしてほしい、そういったところが見て取れます。なので例えばですね、お相手の方が今ちょっと自信がなくなっているっていうところを先ほどお伝えしたんですけれども、その自信を取り戻してあげるために、例えば今までね、そのお相手の方が成し遂げてきたことをもう一度思い出させてあげて、そこで自信を取り戻してあげるだとか、何かこうね、悩みを人に話すだけでも、何かその自分が置かれている状況をこう人に話すことって、自分その状況を客観的にねこう見つめ直すきっかけにもなったりするので、そういった話し相手になってあげるだとか、そういったことをしてあげると、お相手の方が今抱えている問題っていうのが、うまく解決されていってですね、いい方向に向かっていくのかなと、そういった形で、少しずつですね、お相手の方が状況をねこう打破できるような環境を作ってあげる、そうすることでゆくゆくはこのね、いい
良き、良い出来事が起こるっていうね、まあ、運命が良い方向に進んでいくっていうカードが出ていますので、まあ、そうなればですね、あなたとのこう信頼関係というのがかなりこう深いものになって、まあ、そこからね、お二人の関係というのもぐっとねこう縮まっていくのかなというところがあります。なので今お相手の方があなたに対して、まあ、求めているものというのは何かこう、まあ、心のケアであるとか、まあ、サポートとかですね、まあ、今どうしてもですね、まあ、恋愛というよりか今自分が抱えている問題に対処したいっていうタイミングなのかなっていうところがあるので、今すぐにはこうあなたとのこの恋愛っていうところには向けてないのかもしれないんですけれども、そういった形で、あなた自身がお相手の方を、まあ、何かこうサポートしてあげることができれば、まあ、あなたに対する思いっていうのが、まあ、どんどんこう強くなっていって2人の関係としても、まあ、良い方向に向かっていく、まあ、それがねこの運命の輪っていうカードが表している通り、まあ、関係もね良い方向に向かっていくのかなっていうところを表しているっていうところがあります。なので、まあ、一気にそのお相手の方が抱えている問題っていうのを、まあ、解決するってことは難しいんですけれども、一つ一つですねコツコツと解決していけばだんだんそのお相手の方も心のゆとりっていうものが生まれてきて、まあ、そのあなたとの例えば恋愛関係であるとか、2人の時間っていうところをですね、大切にしてくれるのかなというところがあります。はい、なので、今はですねお相手の方の、まあ、ケアであるとかサポートっていうところをしっかりとしてあげるとお相手の方にとってもいいですし、2人の関係としてもこれからいい方向に向かっていくのかなというところがありますので、まあ、ちょっとお相手の方はもしかしたらあなたに対しては何かこうねなんか、まあ、プライドみたいなものがあって、まあ、打ち明けていないこととかもあるのかもしれないんですけれども、何かねこうたくさん、まあ、迷いがあるというか、いくつかの問題にこう直面されているのかなというところは出ていますので、そういったところを、まあ、最近なんか様子おかしいけどどうしたのとかね、まあ、そういった形で聞いてあげたりだとかしてですね、お相手の方のまあまずは心のケアとかですね、そういったところとか、あとは問題にね、こう対処できるような環境を作ってあげる、まあ、専念できるような環境を作ってあげるっていうことをすると、2人の関係としてはいい方向に行くのではないかなというところがあります。なので、まあ、お相手の方はですね、まあ、A をお選びいただいた方に対しては今はちょっとこう救いの手をね、まあ、ヘルプですね、助けてほしいっていうところをね、求めているのかなっていうところがあります。はい、ということで A をお選びいただいた方ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。はい、それでは次に B をお選びいただいた方のリーディングをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回ですね、あの人があなたに求めているものということで、お相手の方があなたに対してどういったことを求めているのかというところについてなんですけれども、まずですね、まあ、お相手の方の状況からですね、あなたに対して何を求めているのかというところを見ていきたいんですけれども、まずですねカード全体的に見させていただいてで、お相手の状況をですねまずお伝えしていこうかなと思うんですけれども、まずお相手の方はですね今もしかするとですね、まあ、こちらのカードとこちらのカードが表す意味なんですけれども、何かこう物事が、まあ、うまくいっていない、思うようにこう、ね思うようなこう成果を今得られていないっていうことをね表すカードが2枚出ているので、もしかするとそのお相手の方が何かねこう今取り組んでらっしゃることっていうのが何かうまくいっていないのかなっていうところがあります。まあ、それがお仕事であるとか学業であるとかいろいろだと思うんですけれども、そのお相手の方が今ね専念されてきた、今まで専念されてきたことっていうのが今一つねこう成果が出ていないというか、思ったほどの、ね、ところに到達できていないっていうところがあって、そこに対する、まあ、不満をちょっと抱かれているのかなというところがあります。で、その、ね、お相手の方が、まあ、取り組まれてきたことが、まあ、うまくいっていない原因としては、まあ、例えば周りからのプレッシャーがものすごくね、かかっていたりだとか、まあ、何かしらこう人の裏切りとか、まあ、そういった、その方自身の努力というよりか周りの環境が、まあ、妨害していて、それの影響でなかなかうまくね物事っていうのを進められていないのかなっていう状況にあります。で、まあ、その状況に、ちょっとお相手の方は焦っていらっしゃって
て、で、まあ、ちょっとですね、まあ、こちらのカードが示す通り、なんかこう姑息な手段っていうものを、まあ、用いて、まあ、いわゆるずるの方法ですね、ずるい方法をに手を伸ばそうとしていて、それでこう何とかしてこう結果を出してやろうみたいな、まあ、そういった、まあ、ちょっと姑息な手段にも手を出そうかなというところが、手を出そうとしている状況にあるっていうところがあります。で、じゃあその中であなたに対してどういったものを今求めているのかっていうと、何かこうね、ちょっと結果に行き急いでいて、何かね、良くないことに手を出そうとしている自分を、まあ、止めてほしい、正しい方向に導いてほしいっていうところをですね、あなたに対して求めていらっしゃるのかなっていうところがあります。まあそちらが、それがですね、こちらのカードになるんですけれども、まあ、こちらのカードがね、示すものといたしましては、正しい導きであるとか、まあ、理性的な判断とか、まあ、そういったことを表しているんですけれども、まあ、あなたに対しては、今ね、自分自身がちょっと、まあ、すごくね、こう、まあ、パニックではないですけれども、なんかこう冷静に考えられていない自分を、まあ、正してほしい、まあ、そういったことをあなたに対して今求めてらっしゃるのかなというところがあります。はい。まあ、あとはちょっと自分をこうコントロールできていないっていう状況があるので、まあ、客観的な立場から見て自分自身がどうすればいいのかっていう、まあ、そういったアドバイスをですね、まあ、あなたに対して、まあ、求めているのかなというところがあります。まあ、第三者から見た自分ですね、まあ、そういったところを、まあ、アドバイスしてほしい、まあ、そういったことを求めていらっしゃるのかなっていうところがあります。まあ、あとですね、まあ、こちらのカードが示す通り、まあ、こちらのカードはですね、まあ、人の愛情であるとか優しさ、ね、そういったものを表すカードになるんですが、まあ、何かね、先ほどもお伝えした通り、何か周囲の環境に邪魔されているっていうところで、何かすごいですね、周りからのプレッシャーとか人の裏切りとかがあって、まあ、ちょっと心が傷ついている部分があるので、まあ、そういった優しさであるとか愛情に触れたい、まあ、そういうね、思いが出ているのかなというところがあるので、まあ、あなたに対して何かこう優しくね、優しさであるとか人の愛情ですね、まあ、そういったものを求めていらっしゃるのかなというところがあります。なので、まあ、あなた自身もですね、お相手の方に対して、まあ、何かこうね、優しく接してあげてありだとか、何かこう、まあ、愛情が伝わるような行動ですね、何かその人のためだけにこうやってあげるであるとか、まあ、そういったことをするとお相手の方にはものすごくこう響いてですね、あなたへの感情っていうのが高まっていくのかなというところがあります。はい。まあ、こちらが正しい導きと、まあ、こちらがですね、まあ、いわゆる先生、自分をコントロールするという意味合いになりますので、まあ、先ほどお伝えした通り、まあ、何かこう良くない方向に進もうとしている自分を、まあ、正しい方向に導いてほしい、自分をコントロールしてほしい、まあ、そういったところをね、今求めてらっしゃるのかなと。で、あとはまあ、ね、人の優しさであるとか愛情に触れたいっていうところが出ているので、まあ、そういったところをあなた自身に求めているのかなというところがあります。で、まあ、優しさであるとか愛情を求めるっていうのは、まあ、普通の人ではなくて、やっぱ特別な人に対して、まあ、求めるっていうところがありますので、まあ、お相手の方も、まあ、あなたに対して、まあ、特別な感情をね、今現時点でもこう抱いていらっしゃるのかなっていうところはカードとして見て取れます。はい。なので、今ですね、まあ、そういったまあ、何かこうね、お相手の方はちょっとね、こう焦っている状況かもしれないんですけども、その焦りをね、取り除いてあげたりだとか、何かこう落ち着けるような、まあ、サポートケアとかをですね、してあげると、よりいいね、二人の関係っていうのはいいね、いい方向に向いていくのかなというところがあります。はい。ということで、 B をお選びいただいた方、ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。はい。それでは最後に C をお選びいただいた方のリーディングをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回ですね、あの人があなたに求めているものということで、気になるお相手の方が、まあ、あなたに対してどういったものを求めているのかというところをですね、リーディングしていきたいと思います。まず C をお選びいただいた方のですね、カードを全体的に見させていただいた印象といたしましては、まあ、お相手の方がですね、まあ、あなたに対して何を求めているのか
のかっていうと、まずこちらのカードですね、まあ、下半分が結構いいカードが揃っているんですね。でこちらのカードから見ていくんですが、まあ、こちらのですね、まあ、カップのナイトというカードはですね、まあ、いわゆる愛の告白であるとかプロポーズとかですね、何かそういう気持ちを伝えるっていう意味合いのあるカードになります。なので、お相手の方はですね、まあ、あなたに対して何かこう告白とかね、プロポーズとかそういったものをねしたいなっていうふうに思っているというところがあるので、まあ、あなたに対して求めているものとしては何かこうね恋人関係であるとか、まあ、そういう関係を結びたい、まあ、そういったところを求めていらっしゃるのかなというところがあります。でその隣のですねこちらのカードとしては、まあ、安堵とか、まあ、落ち着きとか一段落するみたいなね意味合いがあるんですけれども、何かこうね、告白をして2人の関係が結ばれて何かこう落ち着いた関係になりたいというふうに、まあ、思っていらっしゃる。で、まあ、こちらのカードもですね、何かあらゆる物事が、まあ、成就するという意味合いがあるので、2人のね関係を、まあ、結びたいというか、 あなたとの関係っていうのを、まあ、持ちたいっていうところを思ってらっしゃるのかなっていうところがカードとして出ております。で、一方でその気になるのが上半分のカードなんですね。で、まずまあこちらのカードから見ていくと、何かこう予期せぬハプニング、まあ、こちらの2つですね、こちらの2つがまあ意味合いとして似ているんですけれども、何かこう予期せぬハプニングっていうのが起きた、まあ、その人が思っていたものではない想定外の事態が発生したっていうね、ことがあって、何かそのお相手の方はまあ計画があって、あなたに対して、いついつにこうね、告白とかアプローチをしようかなっていうふうに思っていたんだけれども、それがこう、その計画が崩れてしまうような何か出来事が起こってしまったっていうところがあるんですね。なので本来だったらもうすでにこう告白とかプロポーズとか、まあ、そういったアプローチがあったのかもしれないんだけれども、何かそういったハプニングによって、まあ、そのちょっと計画がずれ始めているっていうところが今お相手の状況としてあるのかなっていうところがあります。で、それがゆえにですね、何かこう現状にちょっと納得していないというか、今のままではダメだから、まあ、軌道修正しなければいけないっていうことを表しているカードが出ているんですね。なので、まあ、ここ非常にまあ関連性がね、高いカードが出ているんですけれども、何かお相手の方にですね、今予期せぬハプニング、トラブルとかがね、起こっていて、あなたに対する何かこうアプローチが今できていないっていうところがあります。ただ最初にもお伝えした通り、まあ、お相手の方はあなたとのね関係を持ちたいというふうにね、まあ、あなた自身を今求めていらっしゃるっていう状況にあるので、まあ、非常に好意もね、持っていらっしゃるのかなと、気持ちとしては強いのかなというところがあります。はい、ただそういった何かね、その人が思っていなかったような出来事っていうのが発生してしまったがゆえに、今はちょっと動けていないっていうところがあるので、まあ、その事態さえ解決すればですね、まあ、こちらのカードが示している通り、まあ、お相手の方からアプローチがね今後あるのかなというところがあります。で、まあ、その後もですね、2人の関係っていうのは成就していくっていうか、カードが出ているので、まあ、非常に、2人の、まあ、相性も良くて、これからもこう良好な関係っていうのが築かれていくのかなというところがあります。なので、まあ、C をお選びいただいた方のお相手ですね、お相手の方は、まあ、あなた自身を、まあ、求めていらっしゃるっていうね、まあ、非常に、まあ自分自身としては嬉しい、状況にあるのかなというところがありますので、まあ、ちょっとね、まあハプニングが邪魔してはいるんですけれども、今後そのお相手の方からのこうアプローチがねあると思いますので、それを待っていただけるといいのかなというところがあります。はい、それでは C をお選びいただいた方、ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。はい、ということで今回はあの人があなたに対して求めているものということで、気になるお相手の方があなたに対して何を求めているのかっていうところをリーディングさせていただきました。リーディングの内容はいかがだったでしょうか。動画の内容が少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。まあ、気になるお相手の方の、まあ、現状ですね、今の状況を踏まえて、あなたに対してどういったものを求めているのかっていうところをですね、タロットカードのメッセージを通じて、アドバイスさせていただきました。少しでも参考になれば幸いです。またこれからですね、いろんな動画アップしてまいりますので、よろしければ、まだ登録がお済みでなければチャンネル登録していただけますと幸いです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。